童謡のうさぎを手話で歌ってみましょう。うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる。それでは一つずつやってみます。手を上げるときにと息を吸って、ここでうさぎといきます。うさぎはこれ耳ですね。耳が後ろにペロンとこう垂れてる様子です。うさぎうさぎ何はこれで、歌に合わせて1回だけしてください。なに見るは2本の指で見ます。なに見て跳ねるはこれが足になってぴょんぴょん跳ねる。十五夜お月様が大変です。頑張っていきましょう。まずこれが1、曲げると10、これが親指を横に出して5、暗くなって夜、十五夜、十五夜、続けていきますよ。十五夜、次お月様ですが、普通はこうします。お月様、でも十五夜のお月様って丸いですよね。そこでお月様と丸い月にしましょう。忙しいですよ。十五夜からやってみますよ。十五夜お月様、かなりゆっくりやっても大変です。何回か練習しましょう。十五夜お月様、もう一度。十五夜お月様。見て跳ねるは最初と同じ、見てで跳ねるも同じなんですが、跳ねるで最後音が止まるときにピタッと着地しましょう。見てからいきますよ。見て跳ねる。それでは続けてやってみましょう。うさぎうさぎ何見て跳ねる、十五夜お月様見て跳ねる。手話が揃うと歌も揃います。ちょっと難しいけれど、頑張って練習してみてください。それじゃあ